はい、皆さんこんにちは、吉です。先日の動画でですね、こちらの鳥谷選手のタオルの改造をさせていただきました。この動画のコメント欄でですね、この自作レーターの作り方を教えてほしいというご意見をいただきました。はい、リクエストいただき誠にありがとうございます。確かにこの絵は普通に作ろうとしてもなかなか作れるものでありませんし、本日はですね、このデータの作り方を解説したいなと思います。で、本日、ロッテの今年のドラフト1位の鈴木翔太選手の背番号が発表されました。そして背番号が、鈴木選手の背番号は35番ということで、はい、でこちらにですね、その鈴木選手のタオルがございます。まあ、翔太選手ではなくて、鈴木大地選手でございますけども、なんなら背番号も35番だけど7番にはなっておりますけども、というわけでですね、こちらの鈴木大地選手のタオルを、こちらをですね、翔太としてこちらの背番号も35番に改めていきたいなと思います。はい、というわけで本日はですね、こんな感じで手元カメラを用意してみました。ちゃんと撮れてるかどうかわかんないですけども、こちらでよろしくお願いします。というわけでですね、この加工に使うアプリはですね、こちらの Ibis Paint X というアプリ1個で可能になっております。でですね、まずはこちらで A4 サイズのやつを作っていただければ。 A4 サイズのやつと言いますと、1754×1240、というのがどうやら A4 サイズの、ピクセル数だそうです。まあ、私はこれで作業しております。はい、まあ、これが前回作った鳥谷さんのやつなんですけど、まあ、はい、こちらも消してしまって大丈夫でございます。で、まずですね、今回作っていくのが、このタオルのこの大地を書き消す翔太と背番号35でございます。それを作るにあたって、まずはこの鈴木大地選手の元々のタオルと同じようなフォントのやつを、このデフォルトの中から探していかなくてはなりません。はい、まあ、まずは普通に翔太と打ちましょうか。よいしょ。はい、これがまあ、なんか変なことになってますけども、これでは、この鈴木選手の下の名前の翔太でございます。もともとのやつがですね、黒に対して白縁で、さらにもう一個黒が外に入るんですけど、まあそれは後で設定するとして、でまずはこのタオルと似たようなフォントのやつを、このギャラリーの中から探していきます。フォントはですね、文字ってところ、このフォントってところを押していただけば、いっぱい日本語から出てきますので、この中からこれに似てるフォントを探していきます。はい、発見いたしました。それがですね、こちらの角ゴシック W6 でございます。至って普通の平凡なフォントですね。で、この似たフォントを探すコツなんですけども、さっきは翔太だけ打ったんですけども、よくよく考えてみたらこちらに鈴木と打って、ここのタオルにある鈴木と見比べるのが一番簡単な方法となっております。でですね、縁取りとかの感じも合わせていかないといけません。今は適当に縁取り15になってるんですけども、こちらのタオルと見比べながら、文字に対してのこの縁取りのサイズを合わせていきます。とりあえずこちらでこの縁取りはあったんですけども、タオルではですね、黒白黒となっておりますので、さらにもう一個、縁取りを作らなくてはなりません。しかしながら、こちら Ibis Paint X ではもともと作れ、文字に対して付けれるのが文字の色と縁取りの色。じゃあどうやって付けるんだよって思いかもしれませんが、これある便利な機能を使います。こちらレイヤーがあるんですが、もう一個レイヤー下に、追加って押し、このプラスボタンを押していただければ追加できるんですけども、こちらを選んだ状態でフィルターというところを押していただいて、フィルターでこちらの下のスタイルというところを押していただきまして、赤くなっているこの縁取りというのを押していただきますと、こんな感じで分かりにくいですけども、このような感じで縁取りが出てきております。黒色でつけていって、また程よい感じの太さにしていきます。はい、こちらで、見比べていただきますと、この鈴とこの鈴かなり似た感じになったと思います。まあ、こちらの鈴はこの合わせるための、まあ合わせるための指標ぐらいにしかならないんですけども、まあ、この鈴はこの文字のところで消していただいて構いません。もう、あ、でもこれだけ消したら合わないので、こちら次、こちらのダウンロードするみたいなボタンがあるんですけども、こちらを押していただいたら、この縁取りがここに合体します。はい、こちらを押していただきますと、ラスタライズしますかとか出てきますが、こちらラスタライズしていただいて構いません。OK としていただいて、そしたらこのような感じで、文字は打てなくなりますが、合体します。で、こちらの鈴の部分はいらないので、こちらの投げ縄というのを選択していただきまして、鈴のところをぐるーっと囲みまして、この移動ボタンみたいなのを押していただきますと、この鈴を動かせますので、こいつをもう画面の外にやってください。そしたら消えたも同然になります。で、こちらの場合はですね、35も作らないとなりません。確かにロッテの背番号って言ったらこんな感じでカクカクしてるのが、まあ大体日のユニフォームってカクカクしてると思うんですけども、なんとこちらのデフォルトで入ってるフォントでは全然そのようなものが発見できませんでした。というわけで今回は仕方ないので、Google の画像検索を使って、代用したいと思います。で、その代用の仕方も解説していきたいなと思います。
まずですね、Google でロッテ背番号みたいな感じで検索かけていただきますと、こんな感じの、ちゃんと画像が出てくるんですけども、画像の数字があるんですよ。これをね、切り貼りして、うまくやっていきたいなと思います。で、まずこの探した画像、0番から9番まで全部載ってるのがいいですね。こちらを保存していただきまして、ライベスペイントに戻っていただきまして、今この表示されているやつは、この、目みたいなやつを押していただければ消えますので、これを全部一旦消していただきまして、画像、このカメラのとこを押していただきまして、先ほど保存した画像を選択していただきます。はい。こちらが出てきました。で、まあ、適当なサイズにしまして、こうチェックを押すと、加工ができるようになります。まあ、この線が中止とか出てくるのはもうキャンセルで大丈夫です。こちらはですね、この横にある点々があるんですけども、この点々を押していただいて、白透過、グレーカラーと言いますけど、これに関してはカラーでもグレーでもどちらでもいいんですけど、まあ、カラーでいきましょう。カラーで押していただきますと、このような感じで、わかりにくいですが、さっきまで白かったところが透明になります。さあ、で、こちらで35を作っていきましょう。作り方といっては、まあ、先ほどの鈴木の鈴を消したのと同じ理論ですけども、投げ縄を使って、今回使うのは3と5ですので、3と5を囲んで、あ、ちょっと6が入っちゃった。いらないのが入っちゃった場合は、こちらの感じで、除外というのがあるので、これでいらないところを囲んでいただきますと、除外することができます。で、この、日の丸とパラオの国旗みたいなのがあるんですけども、これを押していただきますと、選択している範囲が逆になりますので、今、さっきまでは3と5が選択されている状態だったんですけども、今、このパラオみたいなやつを押したら、3と5以外が選択されているという状況になりました。そしてこの矢印を押していただきまして、画面の底にバイバイしていただきますと、見事に3と5だけが残ります。で、3と5を3を囲んで5の隣に持ってきますと、はい、このような感じで背番号35番っぽくすることができます。で、こちらのような感じで黒に、黒縁でございますので、こちらも、先ほどのやつと同じような手順で再現していきたいなと思います。このような点々がですね、どうしても消えない場合はですね、一度、こちらの選択レイヤーという一番上のところを押していただきまして、自動選択というのを押していただきまして、この黒いところを押していただきますと、35だけになります。そして新しいレイヤーを追加して、元々の35のところを目を押していただいて消して、この新しいレイヤーを塗りつぶしで、この、まあ、JR みたいになっているところの内側を押していただきますと、はい、このように新しく、綺麗、真新しい35をつくことができます。ちょっとこの5が飛び出てるのが気に食わないですね。というわけで、この消しゴム機能を使って、定規を出していただきまして、このような感じで消していただきますと、はい、綺麗に、さっきまで飛び出てたところがなくなった5になりました。まあ、気になるものがあったときは、ぜひ使ってみてください。さて、こちらの新しくレイヤーを追加していただきまして、フィルターから縁取りを使って、またこちらと同じように、再現していきたいなと思います。はい、こんな感じでどうでしょう。こんな感じで、まあ、この7にだいぶ似た感じのができたと思います。で、もうこのいろいろ作りましたけども、まあ、こちらも全部結合というか、このダウンロードみたいなボタンを押していただいて、1個にした方が作業簡単でございます。で、この翔太と、35以外はもういりませんので、このゴミ箱を押していただいて、消していただいて構いません。次にこちらを印刷する用意をしていかなければなりません。はい、こちらに A4 用紙をご用意いたしました。で、こちらの A4 用紙をですね、合わせたいところに合わせます。合わせたいところに合わせるっておかしいですけど。これで前回の鳥谷さんのタオルの場合は、その意外と直すところの面積が小さかったので A4 用紙1枚足りたんですけど、今回2枚必要ですね。というわけで、だいたい A4 用紙で、この直したいところのサイズがどれぐらいかというのを確認して、一旦まずは目分量で、それと同じぐらいのサイズを作っていきたいと思います。こちらの場合はですね、この台があるんですけども、こちらに合わせて、ここに小と入れたいので、これをその A4 用紙に見立てて、その作りたいようにこの小を書いていきます。加工する場合はですね、端っこに行っちゃったら、その端っこに行ったところが消えますので、このプラスみたいなボタンを押していただきますと、レイヤーの複製というのがありますので、忘れずレイヤーの複製をしてバックアップを取っておきましょう。はい、それでは作業していきます。これぐらいですかね。よくわかんないですけど。で、まあ、印刷して一旦サイズを確認すればいいんですけども、印刷するにあたってそのサイズを確認するための指標というものが必要です。というわけで、Google で、Google 画像検索で物差しみたいな感じで検索をかけていただければ物差しの画像が出てきますので、ちょうどいい感じに画像にしていい感じの物差しの画像を、保存しまして、ベースペイントに戻って、
ここに、はい、この物差しの画像を入れてきます。なんでここに物差しの画像を入れるかと言いますと、印刷した時のサイズを確かめるためです。皆様学生時代に顕微鏡というのを使ったことはありますでしょうか。顕微鏡についている接眼レンズと対物レンズというのがあるんですけども、まあ、それの原理というふうに考えていただければわかりやすいかなと思います。先ほどと同じようにこちらも白を透過しておいた方がわかりやすいかもしれませんね。でこちら35も作らないといけないんで、私の場合は上に余白があるんで、これを使って、35も3と5で、まあ、どうせ小とターで印刷するんですが、3、5と、印刷していきたいなと思います。こちらにもとりあえずこの物差しをつけておきましょう。ちょっと大きめに取っておいた方がいいですね。ちっちゃかった場合にどれぐらいでかくすればいいのかっていうのが分かりやすいので。はい、これで一旦ひとまず印刷するデータが完成しました。これを一旦ご自宅のプリンターで印刷してみてください。ちなみにコンビニで印刷する際の余白がどうしてもありますので、コンビニに印刷するんだったら、その分の余白を設定できるんだったら設定しておいてください。じゃないと地味にサイズがずれます。保存はですね、こちらの下の矢印ボタンを押していただきまして、ピング保存というのを押していただきますと、自動的に保存がされます。はい、こちらを印刷してまいりました。でですね、こちらの物差しの部分を折っていただいて、こちらの全長をこのプリントの中で測ってみてください。そうするとこの印刷したい全体図が出てきますので、この白の部分がこの場合は0から8.4 ぐらい、白のところがこの画像の場合、この物差しの場合 8.4 センチになるように、設定していきます。はい、こちらの物差しは絶対に大きさを変えないでください。変えてしまったら、いろいろ調整した意味がなくなってしまいます。でこちらのやつだけ変えていきます。これぐらいですかね。でっかいな、おい。さあこれで、小ができました。こちらのですね、35の3の部分も、同じような感じで見ていただいて、はい、サイズ合わせが完了しました。それではこちらをもう一度印刷していきたいと思います。はい、ちょうどいい感じでですね、このサイズの小が完成しました。あと3もですね、これと同じデータを他号を作っていくんですけども、気をつけないといけないことはですね、コンビニで印刷する際に、少なからず余白があると思います。ご自身が印刷するコンビニの余白のサイズを先に検索しておきまして、そのサイズ分を、家でプリンターで余白を先に設定できる場合は、それで先にこのデータを作っておいて、設定できない場合はですね、力技ですが、こちらで物差しでですね、この下の物差しはですね、何メモリ分ぐらいかというのを、測っておきまして、その分が、削れても大丈夫なので、こちらを少しだけ、その測ったサイズ分でかくしておくという作業が必要になります。私の場合ですね、こちらのメモリ 2.5 個分の、余白が必要ということで、この物差しを複製して、物差しに色をつけて 2.5 この複製した方を拡大してですね、 2.5 個分削れても大丈夫なようになる、サイズを測りました。それがですね、倍率虫眼鏡 105% ということで、この 105% をこちらの別の、小の部分と3にも、105% の倍をかけていきます。こうしてですね、これで 105% になるように、拡大してやりますと、余白がある状態で印刷しても大丈夫なようになるはずです。はい、このですね、小のデータと他のデータが完成しました。これを私の最寄りのコンビニで、余白ありで印刷したら、ちょうどのサイズになるように設定しております。ここからは本当に前回の動画と同じですので割愛させていただきます。というわけで、完成したのをご覧ください。どうぞ。完成いたしました。それがこちらでございます。はい、どうでしょう、見えてますかね。さっきの鳥谷さんのタオルちゃんと映ってなかったから、まあ低めに持ってる人多分映ってるでしょう。ちゃんと光沢以外をね、考えれば、まあ、本物さながらに仕上がったかなと思います。まあ光沢は前回の動画でも話した通り紙なんで、それは仕方ないことなんですけどね。結局鈴木翔太のところ半分丸々 A4 用紙なんで、もともとここに A4 だったんで、つなぎ目が気になったんですけど、うまくできてよかったと思います。さて、現在ですね、 Google でロッテ鈴木と検索いたしますと、一番最初の鈴木大地選手が出てくるんですけども、こちらの鈴木翔太選手が、ロッテ鈴木と検索したら、
一番上に出てくるように塗り替えていってほしいという期待を込めてこちらのタオルを作りました。実際京セラドームでこのタオルを使うのはいつになるか分かりませんですけども、とりあえずロッテの鈴木といえば鈴木翔太だという日が来る日を信じて、応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。他にもいろいろな動画を投稿しておりますので、もしよろしければご覧ください。気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。